ゲストの皆様こんばんは、小田健です。はい、皆様いいとこれいい人食べんのかなこれ。はい、今回ですね、ロブロックスの怖めなホラーステージ実況プレイしていこうかなと思います。はい、ザ・セブンスですかね。こちらどういう意味なんでしょうか。一応主人公が男の子、少年なのかな。でお母さんも出てくるみたいで、で悪夢と現実が入り混じっていくみたいな感じの内容になってて、相当ねクオリティが高いみたいです。はい、やっていきましょう。なんか退職とか、なんかこう断念するとか、そういう意味ですよね、セブンス。やっていこうかなと思うんですが、はい、ローディング。548分のほにゃららって何ね、えこれどういうことだろう。548になったら家爆発するとかないよね。大丈夫、あ大丈夫ですね。はい、じゃあ始めていきましょうと、その前に、私ですね、こういうロブロックスのホラーゲーム、おバカなゲーム、ぶっ飛んだステージ、いろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録、高評価、お願いします。したかな?ちょうどね、私今、寝起きでですね、朝に撮っております。はい。朝の8時ぐらいですね。7時45分ぐらいか。やっていこうかなと思うんですけど、はい。うわ、何これ?こんな感じで、写真とか設置されてるんだ。どういうことでしょうね。ピクニック写真なのにガガガってなってるんですけど、この主人公がやったんですかね。なんで毎回イートって食べようとすんの。はい、なんか今んとこ曲すっげえ癒しでしかないんだけど、あれこれ写真画面に貼り付いちゃった。撮りたいどうすんのあれなんで次のアクションに行くまで画面にこれ写真、ピクニックの写真貼り付いたまんまなの。あ、なんかいたな。やっぱそうですね、次のアクションまで画面に貼り付くゲーだ。なるほど、了解ですね。いやただすごいぞこの感じ。ロブロックスってね、半々、こういうクオリティがすごいの半分、なんかめっちゃ荒いやつが半分みたいな。まあその荒いやつもね、時には面白いんですけど、時にはというか、なんかその荒さが面白いですよね。はい、両方ともねそれぞれの良さがあると思いますが、このゲームはねクオリティ高いのがなんとなくわかるぞ。はい、やっていきましょう。これ何、ろうそくか。お母さんかなこれ、お父さんかな。最初お母さんって言いましたけど、お父さんかもしれないですね。いや多分お母さんだと思う。はい、エグジットミラー、これ自分の後ろにお母さんが映ってるってこと、それかこれ自分、これ自分か。はい、お母さんでもお父さんでもなかったやっていきましょう。てか曲いいなこれ、癒されますね。うん、これ扉さ、柱ごと開いてないこれドア枠ごと開いてるよね普通この真ん中のさ金の部分が一番端で、ここが開くんじゃないの。あら、これやばいな、違法建築だ。はい、こっちは開かない。これなんで常にイートって書いてあるんだろうね。食事、あイート、食べたね、取って食べたのかこれどういうことだ。主人公取って食べちゃいましたが、まあ一応冷蔵庫開けて、なんかプチトマトとか食べたんでしょうね。うん、ちょっと乾燥しきったプチトマトを食べたみたいな。うわこれ綺麗、この曲とこの景色と日の入り、相当癒しですね今んとこ驚く部分ないね。あ、こうやって表示されるのはありがたいね。流れるように進めるわ。急に暗くなんじゃん。何、これ勝手に動いてますからね。うーわー、はい、寝るんですね。了解です。なんでこっち見たんだろう。これ近づいてドーンとかやめろ。ロブロックスは結構ドーン系のホラー多いんで、一応皆さん、怖いのが苦手な方、閲覧注意で、音量には十分お気をつけください。やってきましょう。はい、寝ろって言われてるんですけど寝ません。私はですね、ちょっと散歩が大好きなんで。はい。てか、いいキッチンだよね。この冷蔵庫もさ、日本に置いたらなかなか高級みたいな。海外ではこれが主流なんだっけ?どうなんでしょう?このサーバーがついてる冷蔵庫みたいな。そう。なんか、ツタや家電的なとこに売ってますよね。ああいうの。ちょっと自分の画面見てみる。なんでこの、これなんとなく読めたわ。これ徐々に怖くなってくんじゃない?この鏡の中とか。どうなんでしょうか?ちょっと定期的にチェックしていこうか。
曲がなかなか全然だな。うん。あれ？扉逆についてない？これ。あ、違うか。さっきここに対して突っ込んでたんだよな。うん。部屋が逆だから、それは逆か。はい。じゃあ、これして、あ、これ自動で動いてくれるんだ。勝手に今、ダイブしましたね。で、これは夢を見ているみたいな感じか。うん。なんだろうね。人って、モノクロで夢を見る方って相当珍しいらしいんですよ。そう。大体が、カラーついてるんだよね。そう、モノクロで。僕、どっちも見るんですよね。なんか右から来てない？右から左に流れる感じの。起きましたね。今日は顔面に貼り付く写真はない。うん。で、また癒し要素ですね。引き出しとか開かないもんね。うん。このベッドの質感とかね、すごいリアルだよな。ロブロックスかっつって、本当に海外のフリーのホラーゲームみたいだよね、今んとこ。このドア枠ごと開く以外。すげえ建築だからな、これ。なかなかの力を要するよ。ジブリで例えるとさ、もののけ姫のアシタカみたいな。その扉は10人かかって開ける扉だぞっつって。これ絶対一人じゃ開けられないもん。ね。賃貸だったら傷つくしさ。もういいよ、扉の話は。どんだけ扉に噛みついてんの、俺。ね。はい。なんか、人型みたいな木がありますね。人型みたいな木ってなんだ？ハマってねえか、これ！ちょっと待って。寄り道大好き、おたけんが今ちょっと罠にはまった瞬間ですね。これ、外に出れない。なんでこれさ、柱で封鎖されてんだろうね。主人公は、あー、ちょっと待って、これ、今日曇りなき眼見れてないからさ、先生、今日のたけしの挙手が見れないですね。いつもだったら、先生、はーいっていうのがあるんだけど。これはこっち側行くわけでもないし、食事取るのかな？ルーティーンなのかね？あ、そうですね。はい。水飲もうか。昨日から水飲んでないでしょ、この子。ねえ。このドアノブ食べたのか、中のカサカサのトマト、プチトマトを食べたのか、わかんないですけど、そんなんじゃ水分まかないないですからね。どこ乗ってんだ、お前。行儀悪いぞ。なあ。はい。まあ、たけしにとっては普通なんですが、これで、ウォッチ TV。うん。なんかね、こう、ワンアクション終わってから鏡見たいんです、僕。いいですか？はい。なんも。ちょっと待って待って待って。今さ、綺麗な曲。このゲーム音なんですけど、このゲーム音の綺麗な曲とは裏腹になんかすげえ怖い映像に気づいちゃった、俺。皆さんわかります？ここ。後ろに誰かいるわ。めっちゃ鳥肌立った、今。え？これ最初いた？わかんねえ。いるね。この主人公のさ、足の隙間もなんかちょっと見えるもんね、白い服みたいな。うわ！いないよね。あ、怖え怖え怖え。あ、いなくなってる。すげえこのゲーム。何の拍手だよ。感動した俺。やっぱこまめに見て正解だね。さっきいなかったよね多分。うわすげえ。めっちゃ興奮してんじゃん俺。ウォッチ TV の前にめっちゃ興奮してんじゃん。はい。僕早朝ですからねこれプレイしてんの。眠さ半端ねえんだけど。あ。それ意味深なのやめてくんないかな。Go to sleep。はい。毎朝起きて、冷蔵庫のものを何か食べて、テレビを見てっていうルーティンで、で、最後寝るっていう。それがもう、この子の日常というか、だって閉じ込められてるもんね、完全に。え？なななな。こっちからなんか聞こえたよ。聞こえるね。やっぱ離れると聞こえなくなって、近づくと聞こえるね。うーわ怖っ。ロブロックスすげえ。ちょっとこれ、あー、これも概要欄に貼っときますね。なんか個人的にめっちゃ感動したやつ、こうみんなにもやってもらいたいな。え、これもう、あ、ちょっと待って、寝る前にもう一回見ようぜ。これどうなんだ。ああ、暗いね。でも、後ろに何もいない。なんかさ、お昼に後ろに、夜にさ、後ろにいるって結構王道だけどさ、ああいう明るい
結構癒しな曲が流れてるのに後ろに怖い映像がみたいな、怖いよね。なんかついこの間YouTube ショートかなんかで相当バズってたショートムービーがあって、女の子が TikTok ですごい明るい曲を踊ってんだけど、後ろのねこういう、あこういう扉じゃねえか、はい、木のね扉からこう覗いてる映像があったんですよ。すっごい怖かった。 そんな感じの怖さありますね。明るいのに怖いみたいな、結構ねホラーの手法でねうまいやり方なんですよあれ。寝ましょう。いやー怖え。いいねこの感じ、好きだわ。ちょっとこの徐々に狂っていく感じ、なかなかいとぼかしですね。はい、なんか今で言うとエモいみたいな。昔の時代からこうタイムスリップしてきた人みたいになってんじゃん今のセリフ。はい、起きましたね。すっごいくだらない話してた気がしますが、いいとおかしいこれエモいなのか分かりませんが、今日も、やっていこうかなと思います。小田健です。え、ちょっと待って待って待って、曲止まんなよ、怖えから。顔を洗ってから鏡、なんで笑ってんだお前。ちょっとずつなんか精神異常みたいな気がしてるのかな。はい、また乾燥したプチポット、あ、ばざざば、待ってこれ定期的になんだよな今。ちょっとこの辺を見てたんですけど、プチトマト食べてからもまた曲が消えましたね。またじゃあテレビを見てみましょうか。これ結構首痛くなる高さだな、ね、映画館の一番前の席みたいな。自宅でそれ表現すんな、デメリットでしかないぞ。左側窓開いてない、大丈夫かしな。ねえ、音する方から窓開いたよね。いけるようになったのかな。この毎回窓外見んの何、あもうこんな時間かみたいな表現かな。こんな時間かには何がいる、何もいねえな。こんな時間か方面は何もいない、開いてないじゃん、さっきガシャリンコしたのに。はい、もう夜は食べられないよね。うん、 Go to sleep って書いてありますが、今日は何も聞こえないんだ。じゃあちょっと顔洗ってから寝ましょうか。笑ってるね、お昼と変わんないですよ。これずっと見てたらなんか変わるとかある。ちょっとしばらく待ちましたが特にないですね。うん、この辺クリックしても何もなかった。じゃあ寝ましょう、おやすみなさい。いやこれ楽しい、めっちゃいいわ。またこの夢か、またこの天井かみたいになっちゃった。シンジ君なのかな、うん、生まれてこの方シンジ君だったなんて気づかなかったわ。じゃあこれあれかな、目標センターに、あ目標センターに誰かいる、うわ何それ、今のはお母さんかな。これずっと左上にイートとか出てくるの怖いね。ノイズ走っちゃってんじゃん。何それ。ちょっと待って待って待って。急にドンだけはやめてくださいね。もう一回じゃあ鏡見ましょう。うわぁ！何それ、もう一回見よう。好奇心。何それ。はい、好奇心がすごいんですが、ちょっと待って、普通に戻ってますね。あーもうあの笑顔のまんま、状態異常だよ。しかもぼやけてんじゃん、耳もビービー言うし。あてかあれだね、イートになってる、夜中なのに。食べたね、よっぽど美味しい乾燥したプチトマトなんだろうな。ウォッチ TV、 夜中に見んの、もうこんな時間か方面は、次な、何の時間か方面なんだろう。Hello. え ?How long、はい、has it been? これ自分で飛ばすとかじゃないんだ。3 days. はい。7 weeks. うん。You need to let her go. さっきのあの、目標センターに定めてた人 ?Just let her go. え？あ！あれは？
ちょっと明るさが違うからわかんないね。同一人物かな。ちょっと右見ますよ。あ、お母さんなのかな。待って、そういうこと？お母さんをもう辞めさせるみたいな、どういうことだ。でもお母さん実際出てきてないよね。この子一人だし。え？どうなってくの？ちょ、もう一回見ますね。でも変わってないと思う。うん。いや、うめえわ、これ。この作者さん好きだわ。めっちゃいい。寝ましょう。いやー、怖えな。やっぱ、ジョジョニタイプいいね。急にドーンとかねえんだ、これ。うん。ちょっとはありましたけど。これはすごい。うわ、怖え！開いたよ。開かずの扉がとうとう開きました。あ！お母さん。急にドン来ましたね。裏切りましたね。私のことを盛大に。やめていただけませんか？これあれですね。左上の井戸がもう随分バグっちゃって。映像もおかしくなっちゃってる。なんだよ、それ。トイレットペーパーには困らない。すごいストックの仕方だな、これ。新しいな。こんなストックの仕方、ヒカキンさんでもしないでしょ。ね、あれ、鏡なくなってんじゃん。え？そのままいけないんだ。やっぱちゃんと扉はね、通んないと。冷蔵庫がね、こんな重なっちゃって。うわ、すげえ。ウォーターサーバー2つになった。やった。また食べるんだ。こっちは？イート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 。え？なになになに？こっちはいけない。次、ウォッチ TV。いやー。何見んの、こんな状態で。はい、おはようございます。うわ、それ、うわ！今の怖かったねー。そっといないでよねー。うるさ、俺。誰？俺誰？早朝に実況する俺誰？ずいぶんテンションがおかしいですが、はい。別になんかこう、朝まで起きてたとかじゃないですよ。なんかね、今日、すごい早く目覚めちゃってね、寝れなくなっちゃったんですよ。そういう時ありません？寝つき僕悪くてね、そう、ぐっすり寝たいなと思う今日この頃。こっち側さっき開いたんだけど、うわ、いけるようになってんじゃん。急にそんな指示。はい、じゃちょっと行きましょうか。ああ、長押しなんだ。でも Go to sleep もこの扉開けちゃいけないっていう指示になってる。いやー、開けたくなるでしょ、そんなの。 Go to sleep バージョンとこれ？ちょっと待ってくださいよ。こっちだよな、やっぱみんな。こっちの方がなんか票多い気がする。うん。これ行きましょうか。あっち行きたいけどね、個人的には。開けちゃいましょう。うわー、ちょっと待って。本当に開けちゃうみたいな。行こう。どうなの？ひー、地下室。はい。これすげえ。ここは何？あ、鏡がある。え、こっちか。ああ、ピクニックの写真だ。ギザギザギザって書く前ですよね。はい、ピクニックの後で、これでバッと。あれ、さっき顔面に貼り付いてた日って、あの写真が顔面に貼り付いてた日って、右上に×とかありました。うーわ、扉がなくなりました。え？一方通行やね、これ。この一方通行やだな。むしろなんか、恋の一方通行の方がまだマシな気がするんだけど、精神的に。この一方通行辛すぎだろ。この先には何があるんだ。あらま、お母さん。やっぱりそうだね。なんでちょっと昔の曲というか、
レコード調の曲が流れてんの。はい。いや、はいじゃない。NO です。今、嘘つきですかみたいな感じで聞かれたんじゃないの、多分。はい。You are not alone。 俺はファイナルファンタジー9でしか聞きたくない、そのセリフ。今ね、めっちゃマイナーな話したと思う。今のわかる人、僕のチャンネルいねえんじゃねえかな。どうなんだろう。 FF9 見た方います？そう、神曲があるんです、あの曲名で。いやー、何これ。結局あの世界に連れ去られたのかな。なんで明るい曲流すの。これめっちゃ面白かったね。何このバッドエンド、すげえ。これアニメーションですよね、ムービーになってる。うわー、うそ。そっちの世界連れ、死んじゃったってことか。うわー、すげえ、最後まで凝ってんじゃねえか。切断されました。エラーコード出ましたね。めっちゃ面白かった。何これ。ちょっと個人的にも今の選択肢で寝たらどうなるのかって気になるんで、もう一回やりますね。はい、再びやり直しましたが、やっぱ×ボタンないね。これでいらっしゃる。はい、OK。歩いたら消えるみたいな感じだったね。よし、じゃあこれで鏡を見ていきますか。いるかな、後ろ。いないね。いや、さっきのよく気づいたと思わない？普通ですか？いや、そんなことないはず。ねえ。はい、じゃあちょっとドアノブ食べて、ウォッチ TV して、どんどんね、テンポよくやっていきましょう。観光しないで進むとこんなにも早いのか。おはよう。今の僕はまるでベルトコンベアの上を流れる野菜スティックのようだ。そして野菜スティックの僕は鏡を見る。後ろに何かいるってのを感じた僕は先ほど鳥肌が総立ち。おやすみ。おはよう。また朝が来た。まるでベルトコンベアを流れる野菜スティックの僕は今日も鏡を見る。鏡を見た途端 BGM がなくなって、まあ歯綺麗。さあ、おやすみ。あー、なんか金髪の女性なんで、さっき立ってた人とはちょっと違うね。どちら様？うわー、ここのシーン。なんかさ、あれかな？さっきの金髪の母親は、なんか、引き取られた母親みたいな、本当の母親はこっちにいた人？どうなんでしょう？あーでもぽいな。さっきのバッドエンドの結末ってさ、だって、主人公も、なんか彼女と同じような場所に行くかみたいな感じだったじゃないですか、流れ的に。なんか死後の世界でお母さんに会うために、こう自分も死んじゃったみたいな、そういうエンドだったんじゃないですか。で、金髪の人は、こういうひどい暮らしをさせる、まあ、誰なのかわかんないけど、まあ女性ですよね。いやー。結構深い意味が込められてそうですね。よし、そろそろ選択肢に来るんじゃないですか。 Wake up。 やっぱ悪夢の中なんだろうな。あー、お母さんが起こしてくれてんのかな。そっちの世界に行っちゃダメよみたいな。はい、これはちょっと両方やるべきですね。気になってしょうがねえ。よし、さっきはこっちに行きました。さあ、ハッピーエンドであることを願おう。おやすみ。どうなんだこの結末は、いかに。あ、まだ続きがあるんだ。鏡だよね、これ。奥に何がいんの？え、暗くて見えねえ。ちょ、見ますよ。あ、写真か。写真が貼ってあって、シュワシュワ聞こえなくなったね。左右は特に何もない。あ、さっきの手紙だ。夢の中の、あの地下にあった手紙ってことだよね。これは？あ、え？お母さんいなくなったんだ。行方不明だ。え？うわあ！
何それ、全然ハッピーじゃねえじゃねえかよ。はい、戻ってまいりました。最近さ、めちゃくちゃ怖いホラーゲームあんまないなと思ってたら、ロブロックスで引くとは思わなかったわ。超怖えじゃねえかこれ。怖かった、たけしの顔が見たい。はい、ということでゼッセブンス実況プレイしました。いや面白かったこれ。最後の誰だよ、あの金髪の人はやっぱ悪者なんでしょうね。はい、なんかこう主人公に意地悪してる引き取った人なのか、うん、なんか別のお母さんなのかよくわかりませんが、はい、この動画怖いと思った方、そしてたけしの顔面が見たくなったという方ね、曇りなき眼が見たくなったという方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。いやよかったねこれ、皆さんも遊んでみてください。多分これ新着かな。はい、最近アップデートが入ったみたいですね、このゲームに。なんか元がどんなのかわからないんですが、なかなかクオリティ高かったですね。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。